はい、えー、いつか公開のシリーズでございます。今回ねあの動画のやり取りをさせてもらって思っているんですけども今もう185話まで来てるんですがどうもここね20話ぐらいのもう圧力がないというか、まあ、ただ動画が送られてくるんだけどもいやこの動画から何を拾っていけばいいのかなっていうことなんですよねで私はまあ返あ信することをやってるんで拾っていくんですけども じゃあこの動画で何か問題解決が視聴者さんできただろうかっていうふうに考えた時に、うん、まあ明確な答えは私はちょっと持っていないかなと思うんですよもしかしたら動画見たけど一体何だったんだろうかっていうふうに思っちゃった人がいるんじゃないかなと思うんですよねでそうならないためにちょっとコツをねお知らせしようかなと思います、まあ、3つぐらいにまとめましたけどもそうじてこういうことなんですよこの動画を見てねあこれ自分のことを言われてるじゃん っていううに思わせてるかかどうかなんですよ、まあ、ズバッと言うと私の朝のライブ放送ってこんんな人向けってててうう決めて放送してるんですよね例えば今日だったら「ロスジネの人向け」で放送してました昨日は「40代の女性」というタイトルでお届けしてました、まあ、そのほか「貧困女子」で行ったりとかね「えー、まあ転職を考えてらっしゃる方のために」とかね「離婚した人は必ずこれは押さえておけ」みたいなテーマで行ったりとかライブ放送って必ず「 こういうい人は聞いてくださいよっていう風なテーマは先にお知らせしてその日はそればっかり行くわけですよそうするとそのライブ放送が終わった時にはいくつかの問題解決もしくは問題の糸口ができてるんでその続きを聞きたいんですっていう風な問い合わせにつながるんですよねで引いて言えばこれが即解軸の成立もできていけるってことになるわけなんですけどもさあそういう動画のやり取りがこのリー,レーの中であったかなともっと詳しく聞きたいんだけどっていう風に思わせれば問い合わせが来るんですけどね で例えばねこの気になる男シリーズのやりとりを見ている方が何を思ってるかっていうのは明確には分かりませんけども私はこういう風なねあのトークを展開してそれを掘り起こしていこうかなっていう風な考え方あります、まあ、私からはやりませんけども例えばねあと月3万円のお小遣いが欲しいと思ってたんだよってあなた考えてませんかじゃあ今日はその人のために問題解決をしてあげましょうこの動画をもって動画は15分ですけども あと月3万を欲しいと思っている方には絶対にね役に立つそんな動画になりますよっていう風にして冒頭掴んでで最後に月3万の問題解決の方法をお届けするという形ですよねで二つ目この動画をご覧の方ちょっと言いたいんですけどもビジネスの動画ですこれはでもまた見に来てるってことは多分ねあなたはね何をやっても続かないと自分に対して楽園をしてるでしょそうなんですよだからね今回はねコツ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 やらない方法で 儲けるそんな方法をこの動画の中でお話ししていきます。20分くらいお付き合いください。っていう風にしていくと、コツコツなんてもう全然できませんと。もうすぐに答えが欲しいんですっていう人が最後まで見てくれると思うんですよ。はい。そして、3つ目。これが多分ね、一番ね、わかりやすいんじゃないですか。おさすが YouTuber みたいな YouTube の技。これを紹介してあげればいいんじゃないかなと思うんですよ。これは無料動画でもできることだと思います。まあ、例えばね。 YouTube で再生回数を伸ばす方法っていう風な動画を撮ったんだったらその動画だけが再生回数本当に伸びてなくちゃいけないんですよでも大再生回数が5回とか10回なのに再生回数を伸ばす方,伸ばす方法だって言ったら逆に信頼しちゃっちゃうんでねやばいなとでチャンネル登録を増やす方法でもいいかともしれませんけどもそれについてはチャンネル方法伸ばす方法をちゃんと自分が使えなくてはいけないですよね で、しかも、その方法を使えば、高い確率でそうなるってことを、やっぱり自分自身のアカウントを使って証明しなくてはいけないことがあると思います。で、そういうふうな、え、さすが YouTuber みたいな技ですよね。で、数字で難しいんだったら、YouTube のこんな技がありますよ。例えば、ショート動画とかね、ハンドルとかの特徴を答えていくとかね、か考えてあのお話ししていくみたいなことで、さすが YouTuber、さすが専門家、さすがプロみたいなところを、動画一つ,一つ一つに打ち込んでいけば、 まああの信頼は高まってね、うん、YouTube の裏の裏まで知りたいって方は、まあ、問い合わせにつながっていくんじゃないかなと思うんですよ。な、ま、ん、あ、でもかんでもねコツコツ5年10年やれば実績残りますよって言ったらこれはね何も答えてないと一緒でそれ当たり前やんけってそれをしたくないから動画見てるんじゃないかっていうふうになっちゃうのが正直なところだと思うんですよ。うん、やっっぱりりねココツコツばっかりじゃなくって、うん 奇襲技とか裏技とか小手先の技っていうのもちゃんと紹介していった方がいいかなと思います、ね、もちろん小手先の技だけではダメなんですよ結局は小手先の技は小手先の技止まりなんですよでも小手先の技すら紹介せずに何の専門家なんだっていうふうに自分に訴えかけるところはありますよね、えー、というところでね私の場合は再生回数を爆速に上げるためのショート動画をたくさん紹介してきましたまあほとんどの場合が再生回数すごく上がったと思うんですよ ね、昨日ね、ATM の動画がなんかね、5秒か10秒ぐらいのやつですけども、60万回超えてるのをね、確認しました。まあ、そういうのが狙ってできるのが、私の YouTube 教室ですよっていうことなのがあの、まあ一つ私からね、言えることかなと思いますんで、そういうふうなね、自分にしか伝えられないものがあるよっていうこと、さすが YouTuber と言わせるような技が、もう漫才されてますよ。その漫才のうちの今日は3つ紹介しますみたいな動画をいっぱい作っていくと、 さらなななるる期待を呼べるんじゃいいいいいかかととと思思まますすしそれががが問い合わせににりコンテンテツの購入とかにつながっていくと思いますだからそれがねここ20話ぐらいちょっと見られないかなというふうに私は感じるんですけどもいかがでしょうかえー、えー、とねいつか公開のコーナーですけどもこの動画が公開される頃にはもうねなんかいろんなノウハウがばらまかれてるといいですよねであの情報提供ってケチケチせずに全部無事な人いいです全部無事まけて自分の情報の倉庫が空になったら また作ればいいいじゃななでですすかってことなんですよ在庫を残しながらやるようなもんでもないんでね、えー、今日までに知り得たことを全部発信するから動画の量産っていう風に結果的になるんでこれは明日に撮っておこうみたいなことで作れる動画を作らないみたいなね知らせられるようなことを知らせないみたいなのはうんちょっとまあいまいちかなってとこかなと思います、えー、でなんだっけちゃっけあれいつか公開のコーナー以上ですお疲れ様ですよ